木村賢治は日本の俳優である。木村賢治と表記されることもある。本名は木村米太郎。進化を経て大きな体格を活かして、小竹蒲田撮影所などのサイレント映画のみ出演した。1887年12月18日、京都府京都市に生まれる、旧制京都府第一中学校を卒業。天然食活動写真の連鎖劇を経て、 1919年2月、本郷座に拠点を持つ岡本五郎、石川新水、栗島佐五郎も、梅島昇らの新生劇団に入団し、浅草物語で初舞台を踏む。その後、大阪府にあった弁天座、楽天地での出演を経て、沙織圭一郎や木下吉之助、福井茂平などの新派俳優の巡業に加わる。1924年4月、 神戸市三宮にあった三宮歌舞伎座で一座を結成し、1926年7月には東京市下役二丁町にあった市村座で鈴蘭座を結成した。同年9月、舞台を知り添き小畜鎌田撮影所へ入社。大柄な体格を生かして多数の作品で主に脇役として活躍した。 1928年に発行された日本映画俳優名館昭和4年版など一部の資料によれば東京府江原郡鎌田町新宿線261番地に住み身長は5 7寸5分体重は18巻400問目趣味は演芸、ビリヤードで甘みのものが至高である旨が記されている1931年9月鈴木伝明岡田時彦 高田美らと共に、松竹蒲田を退社し、新たに創立された富士映画社へ移籍する。ところが、1932年9月15日に公開された、青山三郎、鈴木重吉監督映画、金色夜社に出演した、以降の出演記録が見当たらない。その後、同社は同年10月に解散するが、以後の木村の消息は不明である。 陶器作品への出演は一作もなく、出演作品はすべてサイレント映画であった。没年不詳。すべて制作は、天然食活動写真大阪撮影所、配給は、天然食活動写真、すべてサイレント映画である。すべて制作は、松竹蒲田撮影所、配給は、松竹、すべてサイレント映画である。すべて制作は、富士映画社、配給は、 新興キネマ、すべてサイレント映画である。ありがとうございます。